ハイサイ大輔さんです。最近ね、視聴者の方から動画に映ってる三脚どこのものなんですかって質問が結構来ていたので、本日はそちらについて紹介していきたいと思います。じゃーん、こちらが僕の使っている三脚でございます。マンフロット製のすごくコンパクトなものですね。こちらの三脚はですね、旅とかそういうものを想定して、持ち運びしやすいようにコンパクトに作られたモデルとなっております。僕ですね、三脚を選ぶときに仕事用とプライベート用では選び方が全然違くてですね、仕事用の三脚っていうのは、まあ、重くてどっしりしてですね、ブレなんかをしっかりと吸収してくれるような剛性の強いものを使うんですけれども、普段使いするっていう点においてはちょっと選ぶときのポイントが違ってきます。まず1つ目、軽量であること。2つ目、コンパクトであること。3つ目、アルカスイス互換性であること。4つ目、ボールヘッドであること。まあ、このあたりがですね、僕の普段使いの三脚の選ぶポイントとなっております。まず分かりやすく今回の三脚の良さを説明していきます。はい、まずこちらですけれども、この三脚が、よく一般的に流通しているタイプの廉価なものですね。これはベルボンっていう会社のものになるんですけれども、このタイプの三脚を持っている人すごくよく見かけます。じゃあこのタイプの三脚と先ほどの僕の三脚、サイズを比べてみましょう。はい、見てください。これ雲泥の差ですね。すごい差があると思います。ただ、この三脚を伸ばした時の高さは両方とも同じぐらいであるということがポイントでございます。で、この重さはね、ちょっと伝えることできないんですけれども、こうやって持ってても重さっていうのはまあさほど変わらないです。すごくコンパクトで軽いということになりますね。なんでこちらのマンフロットの三脚こんなにコンパクトかっていうと、逆畳式になってるんですよ。ちょっと展開してみますね。こうやって足を下に向けて展開すると、こういう感じです。で、こういう感じでね、足も 1,2,3,4 段という風にですね、調整が効きますので、かなりの高さまで上がりますね。はい、続いて僕がさっき言ってたボールヘッドです。これ見ていただくと分かるんですけれども、こんな感じですごく自由に回りますよね。これがボールヘッドといってですね、このタイプを僕は好んで使います。まあ、なぜかというとね、微調整とかがこの一つのつまみで可能になるわけなんですよね。じゃあ続いてこちら、よく見るタイプのですね、これだと縦方向に動かすとき、ここのレバーを持ってですね、上下させて、調整する必要が出てくるんですね。で、次横方向に動かすとき、こちらを開けてですね、こうぐるっとこういう風に動かさなきゃいけないと、まあ何かと手間が多いんですよね。なので僕は好んでボールヘッドを選びます。はい、続いて、アルカスイス互換であるかどうかということですね。アルカスイス互換って何かっていうと、統一規格で世界的な統一規格なんですよ。例えばね、僕なんていつもここにアルカスイス互換性のプレートをつけてるんですよ。これ互換性が当然あるものですので、アルカスイス対応の機材には全部そのまま載せることが、間違った、こっちだ、こうやって載せることができるわけなんですね。なので、アルカスイス互換のプレートをつけっぱなしにしとけば、いろんなこういう、三脚とかね、キャプチャーとかね、ジンバルなんかもそうですけどね、そういういろんな機材に載せるときに、まあ、使いやすいと。なので、アルカスイス互換を選ぶことにしてます。はい、ということで、お伝えした4点の僕が三脚を選ぶときに重視するポイントが、この三脚の中にはね、全部詰まっちゃってるんですよね。でね、最後にもう一つ、極めつきは値段がめっちゃ安いんですよ。今の値段がどうかは分かんないですけど、僕これ Amazon で買った時はね、だいたい7000円ぐらいだったかな、そんなもんだったと思います。マンフロットっていう超一流の三脚メーカーの三脚が7000円台で買えるわけですから、これは買わない手がないですよね。剛性なんかも普通に使う分にはほんと十分で、あとはね、こう畳んでコンパクトにすることによって、カメラバッグの横とかにね、スポッとこう入れることができるんですよ。こういうタイプの三脚だと別に三脚ケースなんかがあったりして、こうリュックを背負ってね、それとは別にまたこう三脚をよいしょっと担がなきゃいけないってことになっちゃうんですけれども、これだともうリュックの横にスッと差しとけばいいだけですので、そういった点でも非常に好感が持てますね。まあなんといってもね、マンフロット製であるという安心感もありますから、これは1個持っててね、絶対損はないと思います。はい、ということでね、三脚なんであまり多くを語るような動画ではないので、短い動画にはなりますけれども、これ僕すっごいおすすめ。概要欄にね、 Amazon の最安のリンクを貼っときますので、気になった方はね、ぜひそちらから購入してみてください。はい、ということで本日の動画は以上となります。また写真に関する情報をどんどん発信していきますので、いいなと思った方はグッドボタンと、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは See you!